科学がへそを曲げた話、運の重座。皆さん、サイエンスだって、時には気難しいことがありますよ。そんな時には、へそを曲げちまいますよ。へそをね。 童話みたいですが、昔、オーストリアの王様が、世界最大のダイヤモンドを所有したいという欲望を持って、持っているだけのダイヤを全部ルツボに入れて融合させようと思ったところが、もともと炭素の塊であるダイヤは、たちまち一陣の炭酸ガスと変じて空中にかき消えたという昔話があります。これも、へそ曲げの一つです。 この時代、天下を横行した錬金術というのは、すこぶる大きな目標を持っていました。万物何でも金に変えるというのです。至る所で錬金術師は、不意語を吹いたり、レトルトを炙ったりしましたが、ついに成功しませんでした。何でも、哲学者の石というのがあって、それさえ使えば、 万物が黄金に変わるはずだと言い出した者がいて、今度は哲学者の石を探し歩く宝探しのようなことが始まりました。これも、ついにダメだったことは、今日金の高いことによって、皆さんご存知の通りです。しかし、科学の上における失敗は、他の失敗と違って、失敗しっぱなしで終わるものではありません。 錬金術のおかげで科学というものが大変発達しました。